あ、また言ってるよと。もう俺たちも世の中ゼニアの世界になってるのに、まだ金出し売ってるよ。誰が言うこと聞くかって気持ちになってますよ、国民。だんだんそういう人間が多くなってきてる。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー公開です。今日はですね、8月23日月曜日なんですけども、昨日8月22日日曜日に横浜市長選挙行われました。投開票行われました。それでも、8時になると同時に、立憲民主党推薦の山中竹春さんが当選しました。もう20時になるとパーンとすぐにもう当選しました。圧倒的な差でしたね。で、まあ、今回、自民党はですね、奥野木八郎さん。まあ、元、国家公安委員長。そうなんですよ。確か国家公安委員長を辞めて、それでこの横浜市長選打って出たんですけどね。で、まあ、その人。とか、まあ、現職の林文子さんとか、まあ、出たんですけどね。まあ、ぶっちぎりで、まあ、勝利しました。山中さん。でですね、今回この横浜市長選挙なんですけども、争点が2つあったんですよ。1つは、そのカジノを含めたその誘致ですね。いわゆるその IR ですね。カジノを含む統合型リゾート、IR のその横浜市内の誘致。どうするのか、賛成なのか反対なのかということ。あともう1つは、この新型肺炎ですね。新型肺炎の対策どうするのかという、この2点です。でですね、このまあ、リゾート IR 誘致ですけどもね、まあ、ここではもう IR 誘致と言います。IR 誘致ですけども、現職の林さんは、まあ、誘致するということだったんですけども、今回この当選した山中さんは、いや、やめると。うん、IR の誘致反対するというふうなことで、まあ、それで立候補して、まあ、当選したということになります。でですね、小此木さんも実は反対だったんですよね。で、二人反対で、じゃあどうでそんな差ついたのかと。言うと、やっぱり、新型、肺炎の対策ですね。新型コロナウイルス感染のその対策ですね。やっぱりこれだったんですよね。つまり、今の自民党のその対策を、横浜市民、少なくとも横浜市民は、評価してないってことなんですよ。で、この山中さんはですね、プロフィールを見ると、確か横浜市立大学医学部の教授だったんですよね。まあ、おそらく今の自民党というか政府与党がやってる、この新型コロナ、ウイルス感染の予防、まあ、防止ですね。防止、あるいはそういった対策、経済対策も含めたことを、まあ、ガラリと変える、ことになると思います、うん。で、やっぱり横浜市民もそれ期待しているということなんですよね。でですね、これ、この、小此木さんのお父さん、っていうのが、まあ、衆議院議員いましたけども、この人の秘書だったんですよね、菅さん。今の菅、現首相。お父さんの秘書が菅さんで、で、その息子さんを、まあ、菅さんや安倍さん、まあ、支援したということになります。それで、大差で敗れたんですからね。いや、これは、自民党大ショックでしょうね。自民党大ショック。でですね、これで、山中さんはですね、その当選の夜、報道陣の質問に答えて、カジノ、IR は、横浜に誘致はしないと。明言しました。でですね、またまあ、この方は、まあ、立民なんですけども、まあ、この方を、まあ、推してた方がまたいるんですけども、ですね、横浜の、いわゆる浜のドンと呼ばれる、横浜港ハーバーリゾート協会の藤木会長がですね、こんなこと言ってるんですよね。菅も今日あたり辞めるんじゃないの？辞めないとしょうがないだろう。というふうなこと、痛烈な皮肉言ってますよね。いやー、その通りになればいいですよ。その通りになれば日本救えます。んけどどうでしょうね。最後までもがくんじゃないですか？みっともないぐらいにもがき苦しみ、そして終わるような感じはしますけどね。とんかつです。とんかつ、ちょっと焦げちゃいましたね。で、あとは300グラムのとんかつ。あとは、まあ、ぶっかけ卵半分、白米半分。あと、まあ、味噌汁です。インスタント。で、これは辛くないソースと辛いソースになるんで、まずは、辛くなりそうですから。でですね、この22日、昨日ですね、昨日のその選挙、始まる、まあ、前っちゃ前ですか。朝ですね、朝の NHK のニュースで、西村経済再生担当相が、NHK のその番組で、新型コロナウイルス対策の人流抑制について、こんなこと言ってるんですよね。去年や今年の4月、5月は、大型連休を生かし、企業は休むということで対応した。
そうした中、強い措置も選択肢の一つとして考えていかなければならないということなんですよね。まあそういった企業休業も、企業休むことも、まあ選択肢に入るよと。まあ去年の新型肺炎、緊急事態宣言のようにと。去年はそれで通じたけども、もう今も通じませんよ。休業するんであれば、100% 粗利保証、今の何倍も手厚い保護、保証をしなければ、もう企業は首縦に振りませんよ。ただでさえもう、1年半ですか、1年半ぐらい、まあ流行り始めてからもう1年半ぐらい、もう自粛したりだとか、そういった企業の経営活動を縮小したりとかして、もう散々、まあ収益下がってる企業たくさん、特に中小企業下がってる、特に飲食業だとかホテル業とかも瀕死の状態なのに、まあ休業してくれと。それ言うんだったらもう絶対に 100% 粗利保証しなきゃいけない。でもやっぱりここでも粗利保証の話出てこないんですよ。でですね、この番組ですが、この番組、確か、尾身さんも、分科会の尾身会長も出てるんですよね。で、尾身会長、こんなこと言ってます。まあ、夏から、これから夏休みが終わり、活動が活発になる。今までよりもう少し強い対策を打たないと大変なことになると。で、イメージとしては、去年の4月の1回目の緊急事態宣言、これをやると。これをやらないと、医療の逼迫が本当に大変になると思った。この人も、じゃあ、医療関係者、まあ、医療機関に、どれだけ、政府、金出せばいいか、言わないんですよね。とにかく財政出動という言葉の座の字もない。それじゃ、もう国民はもう、あれですよ。首を縦には振りませんよ。また言ってるよと。もう俺たちも世の中ゼニアの世界になってるのに、まだ金出しぶってるよ。誰が言うこと聞くか。って気持ちになってますよ、国民。だんだんそういう人間が多くなってきてる。で、また、尾身さん。最後、こう言ってますね。テレビなどを見ると、若い人が街にいるという印象だが、実は統計で40から64歳の中層年層が若い人たちよりも出ているという時間帯があると、と述べ、すべての世代の協力が必要だと訴えと。まあ、全員出るんだってことですよね。それにはやっぱり店閉じなきゃ。店閉じれば行きませんから。それで生活が苦しくなる。まあ、そこで働いちゃう人たちも、まあ、待機することになるから、それで苦しくなるんだと、定額給付金、バーンって。定額給付金、バーン。で、さらに、もっと経済、それで経済ガクンって下がるかもしれないから、じゃあ消費を促すために、消費税廃止と。それでも近隣でどんどん買うこともできるし。あと、まあ、あれですよね。e コマースとか。いわゆるその、アマゾンとか楽天とか、そういった通販でもまあ買うことができると。まあ、それで人流なら抑えられますよと。結局は財政出動しかないんですよ。でも、この後に及んで、その横浜市長選のその日の、その当日の朝のニュースに出てるにもかかわらず、そのこと言わないんですよ。それじゃあ横浜市民。私が横浜市民だったら怒り狂いますね。絶対にこの自民党の息のかかったやつに、ね、入れないよって なりますよね。通常であれば。まあそういったこと、それはまあ横浜市長選だったんですけども、先ほどですね、ANN、テレビ朝日、テレ朝ですね、がですね、21日、22日、昨日、一昨日と世論調査したそうです。それで、菅内閣の支持率 25.8%。で、先月の前回調査から、3.8 ポイント下がったと。もう、ガンガンだだ下がりですよね。そりゃそうでしょう。この後に及んで、横浜市長選の当日にも及んで、まだ財政出動の話しない。絶対に自粛要請、企業休んでくれって言うんであれば、粗利保証しなきゃいけないのに、それを言わない。それじゃ、そんな政策取ってる政党負けますよ、そりゃ。そのことが全く理解できてない。あの連中。でですね、さらに、支持しないが、政権発足以来、最も高い 48.7% というふうなことになったということですよね。まあ、内閣支持率、だだ下がり。まあ、どの、まあ、まあ、新聞でも、多分、だだ下がりでしょう。お？
まあそういうことで、まあなるべくしてなった。落ちるべくして落ちたんですよ。負けるべくして負けたんですよ。この自民党が推す、小野の木さんは、負けるべくして負けました。当然です。今まで全く成果が出てない。で、まあこういうふうなことで、その、自分がお世話になった人の息子を立てて、それで、菅さん負けたんで、もう完全に、もうほぼほぼ求心力なくなりましたね。もう抑えることができなくなりました。まあ、高市さんあたりが、その総裁選に出て、勝てば自民党、息吹き返しますけども、さあどうですかね。でですね、自民党のことだけ言ってますけども、公明党にも、立民にも、緊縮財政がいますから、そういった連中をガンガン落とすんですよ。ガンガン。それで、反緊縮、財政派。まあ、いわゆる財政出動派。を、どん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 国会議員で増やしていけばいいんです。それで、その中でまたこう競争していくと。いうふうなことをしない限り、まあ、財務省を倒すことはできないでしょうね。さあ、これでどうでしょうね。自民党やっぱり財務省と一蓮托生で、まあ、潰れていくのか。あるいは、立憲民主党、息を吹き返して政権奪取になるのか。ちょっと今のところわからないですね。もうやってみないとわからない。でですね、まあ、おそらくまあ、自民党のことですから、またワクチン接種して、それでワクチン多く打つことで支持率上げようと、もうそれしか考えてないでしょう。もうアイデアはそこしかないです。その人は、自民党は、消費税廃止だとか財政出動とかっていうのはしないで。まあ、それでワクチンが進めばいいですよ。さてと、菅さん、だから、そんなにワクチン市場主義になりたいんであれば、ガン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 、2億4000万人、2億4000回分のワクチン揃えた方がいいんじゃないですか。そうすれば、今、それ揃えれば、3回分もできますよ。あるいは、そうですね、日本の企業に財政秩序、まあ、投資をすると。いずれにしても、もう日本金かけなければ無理です。立ち直れません。お金をかけなければ立て直すことできません。財政出動しなければ立て直すことできません。そのことを認識した党が勝ちます。で、勝ってもらいたいです。それを認識してない議員をガン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 落とさなければいけません。もちろん我々日本国民のためです。もうね、散々言ってきましたね。生活豊かにには GDP アップさせなきゃいけない。GDP アップするってのは投資と消費をアップさせなきゃいけない。消費をアップするんであれば消費税廃止。投資をアップするんであれば今のような財政出動しなければいけない。まあ、言ってること、まあ、単純です。単純ですけども、これをやれるかどうか。まあ、とりあえず、総裁選、自民党総裁選、そして衆議院選あるんでね。さあ、これから、もう、ものすごい1ヶ月半が始まります。まあ皆さん、固唾を飲んで、まあ我々の生活向上、どの候補が向上、どの候補が向上させるのか、見極めて投票しましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。明日マニアナ。